佐伯清は、愛媛県松山市生まれの映画監督である。代表作は、昭和残響伝シリーズ。愛媛県立松山中学校を卒業後に、同郷の伊丹万作を頼り、片岡知恵蔵の片岡知恵蔵プロダクションに入る。1935年、戦国期短気まぐれガジャで、初めて助監督のクレジットが入る。日活渦正撮影所、新興キネマを経て、 東方映画へ移籍した。1945年1月、榎本健一の、あっぱれ一心、助けで監督デビュー。東方葬儀をきっかけに新東方へ、1952年に、東映へ。主に東映京都撮影所で時代劇を撮るが、1958年以降は、東映東京撮影所での現代劇が中心となる。プログラムピクチャーの監督として、 バラエティに富んだ作品を数多く残している。1963年は、千葉新一主演の柔道一代、白い熱球を監督した。1965年、高倉健主演の昭和山教伝を演出。その後も数々の人気映画を生み出す。1972年12月30日に、封切られた昭和山教伝破れ傘が、 劇場用映画最後の作品となった。ありがとうございます。